ロックがちゃんと、ほら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 大丈夫ですか？トミさん、やるならちゃんとやってください。やるならちゃんとやってください。中途半端な、いきなり中途半端な。すいません。いいですか？ちゃんと使わせていただきます。マジグロってなんで。はい、というわけで今回珍しくこう4人でこのキコナチャンネル進めていくんですけれども、お一方珍しい方がね来ていただいてまして、まずは紹介させていただきたいと思います。はいはい、こちら 123TV から来ていただきました上市さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ちょ待ってください、もう今日は和気あいあいと楽しくね、あのお互いのチャンネルを高め合おうということで来てますので、じゃあ早速あの何をするかと申しますとですね、後ろにゴーゴージャグラーとファンキージャグラーがあるんですが、これを2チームに分かれて大当たりの回数対決していきたいと思ってます。でチームはキコーナチーム、トミーさんと池田店長ですね、はい、でこちら一応私が 123TV チームということで、はい、上市さんと私さんでチームになって、お互い大当たりをこう重ねていくというものなんですが、設定がですね、はい、ゴーゴージャグラーの設定が1と6、でファンキージャグラーも1と6となってます、はい、なのでどっちかが6の場合はどっちかが1、どっちかが6の場合はどっちかが1、で1と6のこう、まあ、動きの違いも見ていただきながら、6がちゃんと出せるのか1がやってしまうのかっていう、そういう楽しみ方もちょっとしていただきたいなということで進めていきます、で今回このキコーナチャンネルに上市さん来ていただきましたんで、はい、まずは上市さんにどの機種の設定録を打ちたいかを聞いて、それを基準に配置を決めていきたいと思います。というわけで上市さん、はい、ゴージャグとファンキー、はい、どちらに行きますか？じゃあゴージャグでお願いします。ゴージャグで、わかりました。じゃあ上市さんはゴージャグの設定録を打ちますので、勝ちました、勝ちましたね、その隣はまだ早い、その隣は、設定1のゴーゴージャグラー、はい、こっちじゃあ私が1っていうことですか？そうですね、まあどっちでもいいですけど、あ私やっぱエリア長同士ね、ああそうですね、そこはもうタイマー張らないと、キコーナ対123ということでエリア長対決ですね、はい、じゃあゴーゴージャグラーの6と1で対決してもらって、その代わりファンキージャグラーは僕がじゃあ設定1で池田店長が設定6を打っていただく、はい、これでこうバランス取れると思いますので、うん、まあ、そういった対決を行っていきたいと思います。で勝負はきっちり2時間、はい、やっていきます、ね、勝敗つきますよね。でもし我々 123TV チームが勝った場合はこの中で 123TV の宣伝をがっつりさせていただくということになってますので、はい、皆さんあのぜひ応援の方よろしくお願いします。で万が一ですね、万が一キコーナチャンネルチームが勝つような、目惜しい。いやだってもう明らかですよ、設定1でしょ、はい、6でもハマる池田店長。いや どうやって勝つんですか？いや天井ないから、天井ないから大丈夫、天井ないから押す。今日そのためにね、今日腕改造してきてますから、ね、本当に、はい、どんな腕ですか？コパイみたいな腕にしてきました本当だ、はい、確かに太いけどまあまあ万が一ですね、はい、キコーナチャンネルチーム勝つようなことがあれば、今度は 123TV にお邪魔して、キコーナチャンネルの宣伝をさせていただきます。順番にさせてもらいます。そうですね、そこは、はい。というわけで、あの今回、お互いのチャンネルの宣伝をかけたバトルということでやっていきたいと思います。負けられない。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあそれではスタートする前に、ポイントの獲得方法ですけど、はい、ビッグが3ポイント、レギュラーが1ポイントになりますので、ビッグに偏った方が、多くのポイントを獲得できるということになります、はい、はいはいはい、それでは2時間勝負スタートです。こんなもんね、もう回したもん勝ちですからね。あそうですね、もう設定録はぶん回してくださいね。で一応イヤホンの方がですね、僕と池田店長がお話できるように、そして、はい、トミーさんと上市さんがお話できるようにとなってます。そうです、私が、設定1ですね。そうです、設定1は私税率 97% なんで、はい、まあそんな関係ないですけどね、私の引きからすれば。でもちょっとビッグに偏るそうですね。でもああなるほど、池田店長が設定6ですよ ね絶対勝つでしょ、そっちが。いやそれはね、ここはそれはもうしっかり仕事していかないと。そうですね、はい、キコーナーもチャンネルがかかってますからね、これで。レギュラー1ポイントなので
ビッグだけの回数だったら、まあ、1でも結構ね6と対等に渡り合う可能性あると思うんで。そうですね。いやジャグラーを2時間分回してなかなか久しぶりなあれですね。いやそうなんですよ、うん、一応1時間で1回切りますけど、はい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 、結構しんどいですからね。確かにひたすら2時間回すっていうのは。この前ね、あの 123TV 立ち上げおめでとうございます。あ、いや、ありがとうございます。キコーラ様です。いやいやいや、何をおっしゃいますやら、はい、どうなんですか、立ち上がりとしては。いや、そのやっぱりイメージ通り。いや、イメージ通りというよりもやっぱり不安はめちゃめちゃあったんですけど、はい、なんとか再生回数も自分が想像してたよりか、あ、なるほど、はい、伸びてくれてるんでちょっとまあ安心はしてますけど、まあ初回なので。まあそうですね、はい。いや、いつもあの、お、来ました、これビッグで上地さんも当たってますね。光りました、素晴らしい。やっぱ違いますね。レギュラー、レギュラー、あー、ありがとう、勝ったこれ勝ちましたね。こうなると僕がやっぱり設定6ではめてるっていうことになっちゃうんですよね。そういうことです。まあいつも通りです、池田先生。おーっと、あったー。おわ、ちょっとやっぱ設定ロックが幸先。おい、さすが、さすが、さすが。おい、ここでちょっと差が出ましたね。まあまあまあ、まだ始まったばっかりですからね。こんな順当にロックが当たるんですね、最初。そうですね。84ゲームでした。3ポイントと1ポイントということになります。今後もじゃあ、あのメンバーを中心に収録されるって感じですか。いや、実際レギュラーで出演してくださるのは、はい、二郎さんと、万博さんも確かいらっしゃったんです。そうです、大崎さんと、あとワンゲームのケツさん、お、はい、であとはあのジャンバリのリノさんですね。はいはいはい、はい、一応リーダーっていう形で実践番組スタートするような形です。じゃあもうどことかの店でもう撮られてるんですか。あ、もう初回はもう終わりましたね、はい、かなり多分見応えある動画になったと思うんで、それは。お、見てください、この綺麗なリフジュエ。そういうのおっしゃりますね。 おっと来ました、ありがとうございます。いやー、違います、やっぱ腕が。そうですね、いやいやいや、やっぱキコーナチャンネルの皆さんとは腕が違いますね。ゴージャクはガッサーマイですからね、ゴージャクは。いや、ちゃんとビッグ引かれてますよ。いや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 、4ポイント、まあ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 、これ4対1、これほんまに設定 1? はい、設定1、これほんまに設定 1? 設定1です、はい、どういう質問やねん。何に期待してるんですか、ほんまに設定1って。ちょっと幸先が良すぎますね。そうっすね、まあ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 、まだまだ今からですか、はい、これ例えば1次連でジャンバリとか流れてもなんかポイントの反映はなんか違かったりしないんですか、はい、あーすごいですねって言われるだけです。なるほど。 とりあえず前半1時間はこのままやって、はいはいはい、なるほど。あまりにも差が開いてしまうと、はい、ちょっともしかしたらあボーナスタイムがあると、残りの1時間は1次連で何ポイントとかっていうのはあるかもしれないですね。なるほどね。ただやっぱりせっかく1録を打ってるんで、はい、なんかすごい叫んでます。当たったんかな思ったら、せっかく1、6打ってるんで、はい、その6の違いっていうのを見せつけてほしいんですよね。ですね。短時間でもたった2時間でも、はい、6ならやっぱ出せるんだっていうところ。まあ今日は僕ちょっと違いますから、今日は見せますからね、ちゃんと。何が違うんですか。いやいやいや、ちょっと腕チェンジしてきたんで。そんなこと言っとったらあっという間に時間経ちますよ。ビッグ悲観と話になりませんよ、ファンキーは。いや、そうですね、本当にそうですね。ファンキージャグラーってこれ、まあ、何かの後継機ってわけではないのかもしれないですけど、はい、あれですかね、ジャグラーガールとかの後継機になるんですかね。あ、かもしれないですね。パネルに、まあ、に女の子が、おっと、おれーおれー、さあ、何してんの。なんかこうね、なんで今プライベートの自分の感触が出たんです。2枚ベッドになっちゃってたんで。あ、だから出したの、ね、だからそういうプライベート感が出てしまいました、すいません。おい、お上手、まあまあまあ、おい、4対2ちゃんとゲスト立ててますね。2ポイント。いやいや、まあまだね、序盤なんでね、はい。これ僕設定1ですけど、池田店長になんか勝てる気がする。いやいや、それは無理です。6に、それは無理です。ビッグだけ、ビッグ回数だけは。でもたまにありませんか。ありますよ、まあ、6の不発はもちろんあると思うんですけど、はい、1の爆発とかもあります、あります、全然あります。終日設定位置で9000ゲーム回して100分の1切ってたデータ見たことありますか。すごっ、はい、当たらんな。
ちょっと設定1組きつそうですね。きついですね。いやいや、いやベロじゃないですか。いやいやいや、何自分は当たりをいっぱい引いてるみたいな言い方してるんですか。初当たりは引いてるんで大丈夫です。初当たりピック引けてねえわまだ。ちょっと6はちゃんと、ほら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 レッグラレッグラヘイヘイ、おっしゃしゃしゃ5ポイント、5対4、まあまあまあ、まだまだ、いけますよ、5対4。これでも僕がどんだけ引けるかで、ここから引きますよね。僕の審査さん、まだゼロ。おい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 、まずか。さあ、これで並ぶか。たまにまあまあ、あるか。いらんことばっかりしてる。ああ、お見事。お見事。神さん強いっすね。こういうところっすよね。いや、強いわ。トミーさんが取ってくれたおかげで、レギュラー取ってくれたんじゃないですかね。レギュラー取っちゃった。そう、レギュラー取っちゃった。よし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 。早っ、もう20分経ってる。いやー、マジか。強いな。1当たらんな。でも6ってやっぱすごいですね。そうですね。時間でもう3回ずつ当たる。やっぱプライベート実践とかやったら、はい、こんだけ周りが引いてても、はい、やっぱそのお店の状況が強そうやなと思えば、あ、ね、まあまあ朝一の状況は自分が引き終えだけかと思うじゃないですか。思います。でもこうも違うんですね。違いますね。いや、ここで、いや、これないわって思わないですもんね、まだね。そうですね、はい、全然思わないです。こういう状況ってよくあると思うんですよ。616とか、そうなんですよ、ね、1616とかあると思うんですよね、うん、罠ですね、これは、はい、でもブロックは全然ちゃいますね、やっぱり気持ちいいですか。いや、気持ちいいですね。あ、いや、全然数えてないですけど、はい、ブドウの落ち方が全然違うかなっていう体感で、あ、嬉しいですよね。はい、そうなんですよ。だいぶ違いますよ、これ、はい、ほい、おお、やりました、はい、やりました。これで、ね、まあ、678ポイント、8ポイントです、8ポイントで、そちらはまだ5ポイントの、我々が5ポイントですね、うん、よし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 、ちょっとこれ僕らやばいですね。富田マネージャーに頑張っていただかないと。はい、喋ってばっかりで全然ボール聞いてないですよ。いや、何回か規制走ってるんで当たったんかなと思って見るたびに毎回光ってないんですよ。当たってないんかいって。当たってないのに元気だもんな。いやー、ちょっとね、さすが位置はきついな。いや、そうですよね。まあでも位置でも形にするのが私なんで。まあそうですね、どれだけ引きが強いかっていうところ。あ、そう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 、あの鼻、わーしたー。うわ、一回当たっただけであのテンション。いや、いや、います、たまにそういう人います。ピーク、はい、なんでなんでしてる、なんでなんでしてる。いやいやいや、目押しサービスやってないですよ。目押しサービスやってないですよ。参りますよ、はい。おるおる、そういう人。うざうざ、ミスってるし、うざ。やばいやばいやばい、なんか無駄に緊張する。いやでしょ、おっしゃ、ナイスナイス。まあまあまあ、3ポイントね、まあ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 、まあ、ありがとうございます。307ゲーム、これ8対ビッグボーナス8対8、よしよし、はい、並びました。さすがトミーさん、 いい勝負ですね、はい、すごいな、傍若でワンビッグ引いてあの喜び方。営業中のホールであんな方いたら人気者ですよね。この前誕生日迎えられたんですよね、うん、おめでとうございます。いや、ありがとうございます。詳しいですね。いやいやいや、すごいすごいです。おいくつになられたんでしたっけ。僕は37ですね。あ、37歳、はい、なりました。じゃあご家族とも誕生日パーティーしたりして。いや、もうその時仕事でしたね。あ、仕事やったんで。ただ従業員というか店長たちが結構祝ってくれたんで、はい、まあ、そういう時やっぱりこうなんか働いててよかったなと思いますよね。あ、それは何ですか、サプライズ的な。あ、そう、サプライズでケーキ用意してくれてっていう。温かい、さすが123ですね。いやな、なんかそんな、なんか誕生日とかなんかあったりするんですか。ないっすね。特にはないっす、ね。あ、そうなんですか。はい、おいーす、来ました、85いただきました。おはー、マジ、もう楽勝じゃないですか。ビックでお願いします。素晴らしい、オッケーオッケー、これでポイントリードです。またまあまあしゃーない。まあでもちょうど2対2いいっすね。30分経ってますからね、もう。
ミーさんに早く回せって言った方がいいですよ。手止めて喋ってましたよ今。トミーさん、ビッグお願いしますね。はい、言われてますよ。はよ引けと。ただあのくすぶってる僕が6でくすぶっちゃってるんで、うん、すいません。フォローお願いします。任せとき。すごいこと言いますね。設定6打ってる人が1の人に。はい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 。レギュラー。やっぱりレギュラー。レギュラー。はい。うまい。おい。いやーさすが設定6。どうなってんだここの店。いや6ですよ。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 いや本当ですよ。どうなってんだこの店。そう思ってる人はたくさんいると思いますよ。いやいやいや、お前が言います。そんなことないです。ちゃんとでもレギュラーちゃんとついてきてますね。いやそうですね、やっぱロックっすねこれはね。ロックっすよ。あでもファンキーでレギュラー偏らせても仕方ないな。いや間違いない、間違いない。ビッグ引くための台ですから。2時間しかないんよ。30分経過。もう30分。はい、やばい。一番強豪の戦いの中で、はい、しびれたエリアとか店舗ってどこですか？いや私は一番初め店長させていただいたのが大阪なんですけど、はい、でその後に大阪のどこだったんですか？駒川っていうお店ですね。あ、はい、平野区の。そうですそうです、でそこが一番初めに店長になった店なんですよ。駒川で、はい、はい、でそこから、はい、じゃ次片野っていうところに行ってですね、はい、でその時にちょうど気候の森口が、はい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 、相手でそこはかなり僕刺激を受けましたけど、多分トミー、その時トミーさんが出てきたんで、はい、でその後、徳島行ったんですよ。新規出店を2店舗任されまして。え、じゃあグランドを2店舗やられたってことですか？そうですそうです。その後に和歌山に行ってるんですよ。メトロさんとやり合った和歌山。そうです。うわ、はい、だからそこ でそれこそメトロさんとうちの戦いで、はい、うちが劣勢やと、はいはい、おーでちょっとその時の徳島の進展が好調やったんで、はいはいはい、もうええやろと言ってくれとっていう形で行ったんですけど、はい、ポッキーンって離られましたね。それでも、はい、そんだけ成功体験を積み重ねた男がそれでもやっぱり苦戦すると。いやもうそこで完全に花を折られて、伸びてきた花をパッキーと折られて、もう一回こう一からいろいろ勉強しようと思って、はいで今なんかおかしいなと思ったんですよ。遅れて行かれました。あーなるほど、はい、遅れて。マジか。ぐるっとぐるっと。ゴータグ6すごいっすね。ゴータグ強いな。よっしゃい。おっ、ありがとうございます。素晴らしい。3ポイントリード。いやゴータグが強いんじゃなくて僕が弱いですね。49回転。それもある。やっぱそれもあるけど安定してますよねやっぱり。ゴータグが。いや本当に。そして上市さんもしっかり当てて。いやそうなんですよ。今日宣伝できそうですね。よし。おっと。いやいや、その容姿にびっくりしますねこっちが。わあ、ちょっともうどうしよう。ホール行った時隣の人がああいう人だったら、よしって。おい。イエーイ。うわー、うまいなー。同点。ナイスナイス。やばい、設定位置にビッグの回数負けてます。そうですよ、やばい。トミーさん、今サマイでもトントンぐらいですね。トントンぐらいですね。強いな。トミーさんが600枚ぐらいプラスで、池田店長は6でマイナス。6でちょいマイナスっていうね。マイナスマイナスかい。いやほんまにどないなってんねん。残り15分です。やべえやべえ、残り15分です。やべえよ。ちなみにトミーさん喋りすぎて僕と100ゲーム差ついてます。回転数100ゲーム差ついてます。誰と？トミーさんと僕が100ゲーム差ついてます。僕も100ゲーム差ついてます。いやははは、じゃないですけど、ね、こんなもんね、文法稼いでなんぼなんですよ。トミーさんが横からずっと喋りかけてくるんですよ。作戦ですよ。なるほど、危ない危ない。なるほどなるほど、はい、おっ、よし、レギュラー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 、よし、勇気ナイス、レギュラー、はい、おいよし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 、おい、うまいなー、おい、うまいなー、どうなっとんねや、おい、すごいいい勝負。いやー
めっちゃトーク頑張ってくれてますね、あの上市さんを邪魔するためにあれ頑張ってるんですか。いやそうなんですよ、ただ喋りたいだけ。いやいやいや、ブロックしてるんですよ、ブロック。あ、あえてなんですね。そうですそうです、回させないでおこうという作戦ですね。残り10分ですね。10分、ワンピックは引きたい。おっしゃい、うわ、よしよしよし、よしよしよし、あらおるおる、よしよしよし、よし、よし、あ、ゾロ目やったんや。77回転ゾロ目やからビッグ確定ですね。あ、もうええわえ、さぜ77回転だったんでね。いやー、もうますね。ちょ、そう、あ、77、ね、ゾロ目だってます、ね、あ、そうそうそう曲が違いますね。きたきた、よし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 、あー、さあビッグ7、あー、やばい、ビッグ7めちゃめちゃいい勝負、お願いします。やめてやめて、ほら、素晴らしい、マジか、設定6ちゃんと当てながらちゃんとビッグを先行させてます。いや、これ逆じゃないですか、データ的に。そうっすねこっちがファンキーみたいになってますけど、いやいい勝負、大接戦、当たんねえなー、ちょっとどうなってんだよこの店。おい、おい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 、なんだよこの店のファンキー、なんかやってんのかこれどうなってんだこの演者、当たらんぞこの演者どうなってんだよ、おい、700回してビッグベロ。いやー、なんか自分だけが出てないってこんなに辛いんすね。おっ、おー、やばい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 、これはやばい、これビッグいけば逆転ですよ、逆転ですもんね、レギュラー、はい、初ビッグでございます、マジか、初ビッグ、やばい、さあ残り5分です、残り5分、やばい、よしよしよし、やっと引けたマジかよ、ビッグ確率703分の1、うわ、これはめちゃくちゃいい勝負ですよ今。いやー、デッドヒートですよマジで。で、今上市さんと僕がビッグを引いたんで一気に6ポイント取って、いや、でかいな、おっしゃ、おっしゃ、おっ、来ました、もうこれは完全に流れがこっちに来てます、やばい、交互に引きましょう、レギュラー、やばい、なんでよ、2人で6回ビッグ引いてるんで、なんでよ、これは強いです、18、19、20、21ポイント、強すぎる上市さん、やっぱ強弱の6はいいっすねー前半戦終了、はい、さあそれでは中間報告といきましょうかね、はい、いや、打て、いや、打てる、回しましたよえ、ちょ、お客様、お客様、リール止めていただいて、貴族ですが、何かあの、もう閉店の時間になりますので、はい、すいません、止めていただいていいですか、あ、もう向こうですって、はい、もう向こうですって、もう、あの、ただいまからの終わったり向こうですって、はい、はい、中間報告です、白熱の前半戦でしたけれども、まずポイントの方から確認していきましょうかね、はい、じゃあ気候なチャンネル、トミーさん、池田店長のペアがビッグが合計で4回、はい、レギュラーが4回、合計16ポイント、はい、で、我々上市さんと私さんの 123TV チームビッグが6回、はい、レギュラー3回ということで、はい、21ポイント、お、5ポイント差か、もう5ポイントの差がついてますよ、いや、やっぱ強いですね、いや、今日ちょっと調子いいですね、いや、すごいですよ、はい、6でちゃんと当てながら、しかもビッグ先行っていうのが理想的な展開で、お見事です、さすがグランキコーナーのゴーゴーチャグラ違うな、いやいやいや、グランキコーナーのファンキーチャグラどうなってるんですか、これは僕の引きがありますよ、これはこっちもまあでも1と6の違い顕著に出たんじゃないかなと思うんですよ ね、 本当にね、本当にこう設定1はお互い2回ずつしか当てれてないし、6は安定した出玉ということで、やっぱジャグラシリって優秀ですよね、そうですね、そういう意味でね、はい、あとなんかトミーさんがずっとなんか喋ってたんですけど、何をそんな一生懸命喋ってたんですか、そういう戦法ですよね、戦法、あ、相手の
手を遅らせるっていう、ね、僕らイヤホンつけてるんで聞こえないじゃないですか、はい、なんか叫ぶんでそのためにね、あ当たったのかなと思って、当たったないやんかってなって僕のこう髪乾かすときに、はい、あの娘たちに臭いって言われるっていう、どうでもいい話、そんな話してた、それをすごい、あたかもすごい、あのせっかく1日間 TV から来てくださってるのにそんな話をされてたんですか。いやそうです、それで僕の遊戯時間を遅らせるって。そう、なるほど。さあそしてここから後半の1時間始まるんですけれども、はい、後半戦はですねちょっと仕掛けを用意してます。お、はい、皆さん上にですねブドウが置いてあると思うんですけど、1人1回だけブドウチャンスというのを使うことができます。このブドウチャンスって何なのかっていうと、はい、ゴーゴーランプがついたときビッグ確定していない時点で、うん、その当たりがビッグですと先告知をしてビッグを揃えることができたら6ポイントもらえます。なるほど。ただしビッグですって言ってレギュラーだった場合はボーナスポイントゼロになりますので、はいはいはい、ポイントが加算されません、はい、だからここはビッグだろうと思った時に、まあ、1人1回だけ使うことができます。倍になるってことですね、はい、そうです、これを言って当てれば、はい、さあというわけで後半戦ブドウチャンスを加えて得点がどうなるのか、現在は5ポイント差ということで、まだまだ多分入れ替わりあると思いますので、はい、引き続き後半戦もよろしくお願いします。お願いします。ルネサンスブドウでビッグアンプでも多分うわいやいやいや全然 OK です。強すぎるって。すごいですけど、おーおーおー、ブドウチャンス、いきますね、早いな、レッグラー、レッグラー、